では、始めたいと思います。これで第5回目の ジュニアシニアの市民講座なんですけども、前回4回目、平田亮が、子供のことに関して話していて、今回は子供とお母さんですかね、のことに関する、一般市民の方たちのための講座ということで開催してくれますので、途中からでも参加してくださいても構いませんので、一応レコーディングして、登録してある人には後でまた送りますけども、よろしくお願いしたいと思います。では、平田亮からお願いします。はい、すいません。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。平田亮は、ジュニアシニアの代表理事で、日本の今は、子どものクリニックを開業してますけども、ハワイ大学を通して私と一緒に、ジュニアシニアを通して、日本の教育活動なんかもされています。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。今日は、市民講座どうもありがとうございます。コロナがね、やっとちょっと落ち着いてきたところですけど、まだ BA.5 は最近流行りだしてきて、私のクリニック周辺でも少しずつ患者数が増えているので、ちょっと心配してるんですけれども、一応、経済活動、学校生活も徐々に普通には戻ってます。なので、ちょっと患者数が増えてきて、今後どうするかっていうのは、今後の課題になりますけど、とりあえず、ほぼ昔の生活に戻りつつあるというのは、現状です。ただ、最近多いのは、熱中症で来られる人が多いんですけれども、ただ、その中にやっぱりコロナの人は混ざってくるんですね。で、ご本人たちは、熱中症だと思って来られるので、びっくりして帰れる方多いですけれども、意外と多いので、皆さんね、生活気をつけて、熱中症にならないようにね、気をつけてください。で、今日ね、母と子どもの健康とかで、それでサブタイトルとして、教育させていませんかということなんですけれども、この中で一気に、ね、テレワークが一般的になったんですけれども、最近の、ね、労働環境の変革が急速に進んでまして、今日はこの、そのような、ね、社会の中でどのように子どものと、母の健康を守っていくかということを、皆様と一緒に考えていきたいと思っています。よろしくお願いします。まず近年の、ね、社会変化として、1985年に男女雇用機会均等法というのがはあのはできまして、これは雇用に関する男女の平等ということで、募集や採用、昇進などの男女の平等について、で、1999年に、男女の共同参画社会基本法というのができまして、雇用のみならず、社会活動全般に対して男女の平等を規定されています。で、そうね、女性の社会進出が加速と、それに伴う保育所の不足が社会問題になったために、2013年に、2017年末までに待機児童ゼロという、政府目標が出されたんですけれども、結局これうまくいかなかったので、これ2017年、有名なツイッターなんですけど、匿名で「幼稚園落ちた死ね」っていうのが出たんですね。で、その中の内容ですけれども、どうすんだよ、私、活躍できねえんじゃねえか、子供を産んで、子育てして、社会に出て働いて、税金を納めてやっているというのに、日本は何が不満なんだというのは、これで大きな社会問題になっています。で、一方で、2014年、牛丼チェーン店で、月の残業時間が100時間以上になって、2週間帰宅できなかった、事例が社会問題になりまして、で、2018年に働き改革法ができています。働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するということで、具体的には長時間労働の規制や有給休暇取得の義務化という、これは結構やっぱり労働基準局からも強く言われてまして、結構皆さん遵守しているのが現状です。で、2019年からは、3歳、5歳を対象とした保育園、幼稚園の無償化が今、日本で行われてて、そんな折に、2020年から、コロナが出てきたということです。で、子育てという言葉ですけれども、先ほど言いましたように、2014年に、牛丼チェーンの方で、
労働環境がひどすぎるということで、これ、実際には朝の5時半に50代のアルバイトの女性が、ワンオペレーションしてって、就業中にチューブで倒れたと。で、ただ発見されたのがそれから3時間以上経って、次の出社した従業員に発見されたんですけどということで。で、あとワンオペ育児っていうのも、これは2017年のユーキャン新語、流行語大賞にノミネートされた言葉なんですけど、その時の、対象はインスタ映えとか忖度っていうのが、対象になってるんですけど、ワンオペ育児、子育てはフルタイムの仕事であるけれども、パートナーの単身赴任や何らかの事情で一人で育児をしないといけなくなったという状態なんですけれども。で、どうして、子育てが一般的になったかといいますと、まず共働きの増加です。で、共働きの増加を、グラフにしたのがこれなんですけれども、これ2015年の内閣府の統計なんですけれども、2015年にもうすでに64%、64.4% ですね、64.4%が、共働きをしている状態で、相当な社会問題になって、これを何とかしないといけないということで、で、共働き増加の、要因としては、まず女性の大学進学率の上昇ですね。1993年が20%だったんですけれども、1917年でも50%になっているということで、で、結婚後も仕事を続けたいという女性が非常に多くなってきているのが、現状です。で、これが大学進学率なんですけども、この緑の線が男性です。今、男性は60%近くなってるんですけど、女性はこのオレンジなんですけれども、このオレンジも、ほぼ女性も50%に近づいているということですね。で、ここで問題だったのが、有名なんですけど、東京医科大学の方の2010年頃から医学部の一般入試で受験者数を、受験者側に説明ないまま、女子の受験者数の点数を一律に減点してたと。で、合格率を調整してたということで、大学側は、どうしても女性は大学卒業後、出産や子育てで医療現場が外れるケースが多いので、今現在問題になって医師不足を解消するためには暗黙の了解だったと。で、大体女子の合格率を3割以下に抑えるようにという調整が、長年されてたということなんですけれども、そういうことが、解除された結果、現在これが全学部なんですが、医学部は、ここですね、医学部ここになってますけれども、で、2021年の医学部の入学試験合格率というのは、実は、女性が男性を上回ったんですね。で、北海道大学、名古屋大学、東京慈恵医大などの42大学で女性が男性を上回っているということですね。だから、すごい女性の社会進出が進んでいるということです。で、これね、これ、ちょっと待ってね、そうですね。ちょっと待ってね。これだね。次ですね、このバブル、どうして共働きが多くなったかということなんですけれども、バブルの崩壊後、世帯の平均年収が減少しているということですね。1994年が664万、で、2015年が、545万と、100万円以上減少しているということですね。で、これが、この青色が全世代の平均なんですけれども、この辺がピークになってまして、現在は以前と比べるともう100万円ぐらい違っていると。で、それプラス最近はいろんな値上げラッシュが日本でも起こってて、急激な円安やロシアのウクライナ侵攻、世界的な気候変動などの要因があるんですけれども、もう値上げラッシュが止まらないで、もう3段階、4段階で、で、全ての製品ですね。昔は特定な製品が
値上げっていうことあったんですが、今回に関してはもう全ての製品が、だから電気代も含めて全ての製品がまあ値上げラッシュになっているということで、あと最後の要因としては、まあ2019年に金融庁の発表にあった老後2000万円問題というのがあるんですけれども、普通の平均的な家庭で老後月 5.5 万の不足が生じるということが金融庁が発表されています。でそれをまあ1年12ヶ月かけて、あとだいたい退職後30年をかけますとだいたい2000万円の不足になるということで、まあ、これは問題になっています。で、まあこれは政府の方からすると、まあ何か食べてるやん。あ、見えないです。あ、大丈夫か。あ、いいかな。こっちも映ってるの違う。あ、大丈夫か。まあ政府からすると、ともかく年金だけじゃ足りないから、自分たちで今から貯金してよしなさいという、そういうメッセージだというふうに捉えてますけど、まあ、とりあえず、2000万円ぐらい不足しているということで、でこれが、あとこれが、外で夫は外で働き、妻は家庭を守るべきじゃないかというものの、まあ、統計なんですけれども、昔は実際にそうだそうだって1980年ぐらいですね、まあ、70% ぐらいの人がそれはいいんじゃないかということだったんですけど、まあ、年々増加低下してきまして、今 35% ぐらいの人しか、まあ、やっぱり女性も外で働いていいんじゃないかということになっています。ただ、まあ、ここですね、実は東日本大震災があった時なんですけども、この時に一時的にその意識調査で逆転現象が起こっているんですけれども、まあ、全体としては右肩下がりで、まあ、女性も、まあ、外に出て仕事していいんじゃないかという風潮になっています。で、じゃあどうやって、家庭育児を分担したらいいかということなんですけれども、まあ、有事になればなるほど今後も共働き世帯が増加すると考えるんですけれども、まあ、どうしたら家事を分担するかということで、まあ、一つの提案としてよく使われるのは、こういう分担表を、まあ、家ごとに作ってみたらどうかということなんですけれども、でまあ、どういう、まあ、仕事があるかというと、こういうのが一覧であって、それプラス当然子どもさんがいらっしゃる家庭は育児の仕事が入ってきているんですけれども、どうですかね、松先生、なんか自分で、家事を手伝っていることってありますか？トイレ掃除あ、本当ですか。あ、トイレ掃除、食器洗い、ゴミ出し。あ、偉いですね。すごいな。料理は一人になった時は、うちのワイフがロサンゼルス行っちゃって一人になった時は、他のことも結構やってますかね。もう大してやってないな。すごいですね。で次ですけれども、まあどうしても育児って、家事育児っていうのはお金に換算されてないので、正当になかなか評価されないんじゃないかということで。まあ、最近はそういうのを、まあ、ちゃんと金額に表そうということで、政府もいろいろ統計出しています。でこれは、まあ、じゃあ実際に家事を可視化するために金額で表すといくらになるかっていうことなんですけれども、どうですか、皆さんいくらぐらいだと思いますかね。わかりますか。200万円。要するに家事をやってることを全部他の業者に頼んだらどのぐらいかかるかってことでしょ。そうです、そうです、200万円ぐらいかかるんじゃないですかね。150万かな。恵美先生どうですか。個人的にはかなり高額であってほしいですね。でこれは計算式あるちゃんとあるんですね。で例えば家事代行サービスですねにオーダーするとどうかということなんですけれども、一番安いところ1500円時給で、今国の方も最低賃金時給1500円しようということがあるので、だいたい家事代行サービスがまあそのくらいの値段なんですけど、それを3時間で週5回やると60時間で月で9万円ですね。ただそれだと最低限のサービスなので、まあ、満足いくサービスを得るためにだいたい2500円払わないといけないんじゃないかということで、そうすると、まあ、3時間1日3時間週5日で
まあ、15万円ぐらい払うのがまあ妥当じゃないかということ で総務省の方は、未就学児ですねを末子とする家庭に対して社会生活基本調査というのを出しています。それによると、まあ、女性の方が1日に家事育児をに費やしている時間というのは大体7時間を想定して計算しているんですけれども、それで計算すると、今先ほど言いました非正規労働者34歳の平均賃金って実は、月に1430円ということで、それを、7時間で30日やると30万、月30万で、年収だと、まあ、360万円ぐらいに想定されますよということなんですけれども、実際にじゃあ男性が家事を やってるのかということの統計なんですけれども、こちらが男性です。で、まあ、年々男性の家事に対する参加率というのは高くなってまして、それに比例して女性の方のこの緑の、育児家事関連時間というのも少しずつ減っています。でじゃあ、それではその配偶者の家事分担比率に対する満足度はどうかということなんですけれども、男性が 75% 満足しているに対して、女性は 50% ぐらいはもう50% 以上満足して、まあ、どちらかというと満足していると人を合わせると85% ですね、ここからここまでで。だから 15% 人だけが、まあ、ちょっとこれじゃ満足してないわという方なんですけれども、で、まあ、この時計いいかなと思うんですけど、実はね、結構残念なお知らせが男性陣にはあって、ごめんなさい、これですね。夫が手伝ってくれて嬉しい家事っていうのは、これパーセントなんですけど、掃除が 28%、料理 18%、ゴミ捨て 18%、風呂掃除 17% ですね。で、逆にやってほしくないっていう、やっぱり家事っていうのはあるみたいで、料理が 34%、買い物 26%、洗濯が 23% なんですね。で、これ両方に出てるのがあるので、やってほしくないからやってほしいのポイント差が大きいものを例にとってますと、最大で23が買い物ですね。やってほしくない方が答えたから 26% あって、で やってくれたら嬉しいわって 3% あるので、ね、23%、2番目は選択で 17%、17ポイント、3番目が料理で16ポイント違うということで、これどういうことかということで、やってますと、でまず料理からですね、やってほしい、やってほしくないが、まあ、上位に来た料理からちょっと見てみますけど、男性は最近やっぱり一人暮らしの方が多くなっているので、料理をする方が多くなっているので、そんなに料理に対する抵抗感はないみたいです。で女性の方はやっぱり子育て世代になるとやっぱり料理に対する負担が大きくなってくるので、まあ、手伝ってくれると嬉しいんじゃないかということなんですけれども、でじゃあ具体的にじゃあどういう人がどういう理由で、手伝ってほしいか、逆に手伝ってほしくないかということを見てみますと、まず料理ですね。男性にやってほしくない理由ですね。冷蔵庫を見ないで献立を考えるので食費がかさむ。あと夫は普段外で外食するので、料理の味付けがどうしても濃くなる。で結局、調理器具、使った調理器具の後片付けは自分がやってるからこれじゃあ一緒だ。あとキッチンは兄弟と同じぐらいプライベートな場所だから男性に入ってほしくない。まあそれで最後に、まあ、まとめとしてはしっかり稼いでくれれば別に他のことで家族を援助してくればいいよということです。でじゃあお願いしている理由ですね。なかなか厳しいんですけれども、自分の料理の方が美味しいけどやってくれるというのでやってもらっている。あと毎日のメニューを考えるのが苦痛だからやってもらえれば嬉しいということですね。
で、あと女性でもやっぱりあんまり料理得意じゃない、好きじゃないからっていうんで、やってくるようなお願いしてますということです。あと男性が料理する理由としては、まあ料理が好きだからですね。あとは、一応夫婦で家事分担をしているためとか、あとは少し手伝わないと奥さん機嫌悪くなるから、機嫌取りのためという方がいらっしゃいます。次ですね。あと買い物ですね。男性にやってほしくない理由ってですね、余分なものまで買ってきて食費がかさむ。うちの場合これが多いですね。なんか頼まれると余分なもの買ってくるので結構怒られることが多いですね。あと全ての食材に対して一番いいものを男性が選ぼうとするという。あと指定したメーカーと違ったものを買ってくる。あとメーカーは一緒なんだけれども指定したサイズと違うものを買ってくるからちょっと困るので、あとお願いしている理由としては重いものを買ってくるときで、お米とか結構大変なのでお願いしているとか、あと買い物中子供の世話をしてくれるからちょっといいよとか、あと男性が買い物に行く理由としては、まあ先ほど言ったように分担しているとか、あと奥さんのご機嫌を取るため、あとまあ自分の好きなものを買えるから時々行ってますという人も多いみたいな。洗濯ですね。洗濯、男性にやってほしくない理由ですね。シワを伸ばしたりせずにシワのまま干すから、シワシワのまま干すから、ハンガーにかけてほしい洋服をも、まあ、洗濯バサミで干すから、畳み方が雑で結局自分でまた畳み直しているということです。あとどこ男性にしまってもらうとどこにしまったか分からなくなって、あと探さないといけないというか、子供たちで大きい子供がいると女性どの女性の下にか分からないのでどっか行っちゃうというのがなんか多いみたいですね。あとお願いしている理由としては家族が多いと洗濯だけで半日潰れてしまう。あと洗濯機を回すことがうまく回すことぐらいできるだろうみたいな。あと干すときに先ほど言いましたようにハンガーにかけて干し洗濯も洗濯バサミに干すから困るっていうんですけれども、先回りして自分で干していくが大丈夫っていう意見もありました。あと男性が洗濯を手伝う理由としては夫婦で家事分担をしているとか、やっぱり奥さんのご機嫌取りということでなります。まあ、結局女性から一番人気の掃除についてですけれども、それをもうちょっと詳しく聞いてみると、まあ、人気が高い理由としては高いところがやっぱり掃除しにくいのを手伝ってくれるとありがたいとか、あとお風呂掃除は意外と力仕事で大変だから嬉しいとか、あと意外と多かったのが男性の方が几帳面で、掃除はきれいにしてくれることが多いということです。一方、まあ、嫌だっていう話では、掃除をすると掃除を頼むとその流しが汚いからとか、掃除機のフィルターが変えてないじゃないかとか、いろいろブツブツ言ってくるので、もうそんなこと言うなら手伝ってほしくないわっていう方も結構、これも意外と多かった意見です。で、結局じゃあどうしたらいいかっていうんですけれども、まあ、これがまあ割と理想なのかなと思います。女性がプレイングマネージャーとして、男性がそのサポーターにもあるね、あと子どもさんが大きい場合とか、あとおじいちゃんおばあちゃんの時もまあサポートして、でともかく女性のまあ指示に従ってサポーターが動くということですね。で、男性としてはまあ一言、まあ今日は何すればいいかなと声をかけてもらって、まあ女性は逆に、女性は女性の中で時々会うのは、隣の旦那さんこういうこともしてるみたいよみたいな、なんかうちの旦那さんと比較することが男性としては嫌みたいなので、まあ、そういうことはできるだけ避けてもらうということです。で、まあ、で実際に大体の標準的なあれなんですけど、先ほど言ったように洗濯を干すとか掃除をかける、食事の準備をするというのはそんなに女性には苦痛ではないみたいです。男性はもうちょっと、評価低いのかなと思ったんで、この辺はそんなに女性苦痛じゃないみたいな。それよりも、まあ、こういうゴミ出しですね。ゴミ出しってのは当然朝やることが多いので、女性はまだすっぴんなのでかなり負担だから、ともかく男性陣やってほしいという意見が結構ありました。あと、まあ、食器洗いとか風呂掃除、トイレ掃除、洗濯機を回す、あとは、まあ、
子どもと遊ぶなども、まあ、男性がやっていけばいいのかなという感じです。まあ、ともかく何か言われたら定期不定期に関わらず、まあ、仕事をサポートしていけば男性としてはいいのかなという感じです。でじゃあ子育て家事保育をするために実際今日本はどういう状態になっているかというのはこのグラフなんですけれども、これ育休制度ですね。父親向けの育休制度、日本はもう50州を超えてて、まあ、世界的な、レベルでいけば相当高い。であと休んでいる最中の給与に対する保障ですね、は日本は 60% ぐらいいってますので、これも世界標準をずっと超えてて、ともかくその育児に対するその制度としては、まあ、世界のトップクラスにあるんですけれども、でも実際にじゃあ使われているかといいますと、まあ、1996年は 0.12%、 一応右肩上がりにはなってるんですけれども、で1917年にはまだ 5.14% しか取られていないということですね。で実は北欧なんかだと 90% 以上、スウェーデン、ノルウェーは達成しています。ただ急にね、北欧の国々もそうであったわけではなくて、やっぱり男性から見ると職場の上司とか同僚から、まあ、仕事に対する育児を育休を取ると仕事に対する仕事に専念してないんじゃないかというような、やっぱり偏見で見られることを心配して、なかなか最初伸びなかったみたいなんですけれども、やっぱり公務員が率先して休暇を取って、まあ、社会的に認めてもらうようなことを、まあ、やってたみたいですね。で日本実は北欧が、ね、90% ぐらいあるのに、日本はまだ 6% に達してないということなんですけれども、先ほど、ね、言いましたように制度としては充実してるんですけれども、実は柔軟性に欠けているんですね。でスウェーデンでは男性女性合わせて480日の、育児休暇を取得が可能なんですけれども、特に480日のうちの384日は4歳になるの、子どもが4歳になるまで、で残りの96日は子どもが12歳までに取ればいいということで、非常に柔軟性に優れてて、非常に制度としては喜ばれている制度になっています。で、まあ、まとめとしましては、女性の高学歴志向、結婚、出産後も、まあ、職場に復帰することが多くなったために、あと、まあ、近年の実質賃金の減少によって、まあ、共働きの家庭が増えて 60% を超えていると、あと、家事、育児における女性の負担を軽減するため、イケメンをめじって、イクメンという造語も作られて、まあ、政府も頑張っているんですけれども、男性が、まあ、家事、育児に少しでも興味を持って、まあ、社会、参加する社会を目指して現在進行中であると。で働き改革の一環として政府企業も制度的にこの活動を後押ししていると。まあ、しかし、まあ、日本の育児制度というのは先ほど言いましたように充実はしているんですけれども、柔軟性に欠けるため、まだ2019年でも 7% にとどまっていると。でまあ、男性の家事については一部の女性には、まあ、精神的に疲れるより肉体的に疲れるほうが増しという否定的な意見があって、家事育児の分担率は、まあ、一律には決められないので、まあ、家庭内でのコンセンサスが必要だと。で結局女性が、まあ、プレイマネージャーとして夫が伺いを立てるのが、まあ、ベストじゃないかと、ね、あと育児休暇については現在の制度でも、まあ例えば年休はどうしても繰り越すことが多いので、まあ、そういうのを少しずつ認めて柔軟に運用したらどうかということは、まあ、考慮すべきなのかなと思っています。まあ、ここまでは、まあ、お母さんと子どもさんのことなんですけれども、あと、堀内さんの方からワクチンについてちょっと質問があったので簡単に整理させていただきます。昔僕らの時代だとこのジフテリア破傷風100日咳ポリオ結核、あと、日本のインフルエンザぐらいしかなかったんです。今こんなにあって、現在定期任意接種合わせて18人及ぶ病気についてワクチンに対するワクチンが、まあ、作られているということです。まあ、それで有効性もあるんですけれども、
で特に、総合病院の小児科、今、非常に病院経営のお荷物ということで、小児科医にとっては大変なことになっているんですけれども、実は小児科の入院患者が少なくなったのは、少子化だけではなくて、ワクチンの普及とか診断方法の進歩で、別に入院する必要がないということで、だんだん外来患者だけになって、で大きな病院は普通の風邪みたいな患者さん見なくなってますので、それで逆に病院経営を圧迫している状態になっています。でこれが、百日咳ワクチン DPT ですねについてなんですけれども、1940年代は年間10万人以上百日咳罹患し、その 10% は死亡してたんですけれども、1969年に、3種混合ワクチンが作られた後はもう右肩下がりでずっと来ているんですけれども、ただ、1975年に、ワクチン接種後の脳症で死亡した人が2例出たということで、これで一時期ワクチンの接種が中止されたんですけれども、そうしたら逆に患者数がいきなり死亡患者数とも多くなってしまったので、3ヶ月後に再開されたんですけれども、それ以降も接種率はなかなか伸びなかったということがあります。それ見たいな、これマッチいる撮ってないでしょ。マネーの学びっていうの撮った、ちょっと大声でいたで1981年に改良型 の3種混合ワクチンが発売されたので、その後はまた右肩下がりで、今ほとんど死亡数が出てないということになっています。で、あとこれかな、あとこれマシンなんですけれども、マシンも昔はもう8000人とかを超える状態の死亡者数が出てたんですけれども、ワクチンが導入されてずっと右肩下がりに下がってきて、で現在はMR ワクチンですね、外国では MMR、マシン、風疹、オタフクですね、ムンプス の3種混合ワクチンなんですが、日本ではムンプスのがうまくいかなかったので、2種混合 MR ワクチンになっているんですけれども、現在では年間10人程度まで減少しています。で特にその10人の内訳としては、接種の対象でない0歳児や、あるいは2回住んでない1歳児が大変であって、やっぱり2回打つと、もうほとんどそういうマシンの発生は防げるということで、ワクチンの有効性というのは認められているところです。で、で今、そのワクチン打たない人がいるかどうなんだという話が、なんですけれども、集団免疫という考え方がありまして、ワクチン接種などによって属する集団の 70% 前後が、免疫を持てば、残りの 30% の人は集団免疫によって感染リスクは低く抑えることができるという、そういうあれなんですけれども、だから結果的にワクチンを接種ない人は、残りのこの 30% の集団に属しているだけなので、ワクチンを実は拒否しているんですけれども、実は知らない間にワクチンの効果を享受しているという結果になっています。言ってみれば後出しじゃんけんみたいな状態になっているので、ひまわり、うちのね、ひまわりファミリークリニックでは一応ワクチンを打たないという方は一応丁寧に診察をお断りしているのは現状なんですけれども、今日は光栄なんですけど、どうもご清聴ありがとうございました。すいません。いいですかね。いえ、何か質問なり聞きたいことありますか。子育てって 子育て、保育ですね。ああいう言葉がもあったのも知らなかったんですけども、アメリカではなんていうのかね、そういうのがあるのかね。アメリカでは特別に意味知ってます？そういうのないよね、あんまりね。そうですね。アメリカの方が割と分担というか参加というか、パターニティーリーブとかも進んでるかなと思いますけど、一つ驚いたのが、
制度としてはその日本の、男性も育児休暇をかなり取れるというなんか時間数とかもあったと思うんですけども、まあ、あんまり、周りの友人とかでも男性が育児休暇を取るっていう話を全く聞かないんですけれども、それはなんか制度があっても例えば企業で働いていて周りが取ってないから取りにくいとか取れないとかってそういうことなんでしょうかね。日本の場合も完全にそうですよね、それはどのようにすれば改善するのでしょうかね。なのであれですね、この中でもそうだったんですけれども、こちらは仕事してるのに市役所の担当者いないっていうのはしょっちゅうあって、でやっぱり定期的に取ってるみたいなんですけれども、緊急の用事とかありますから結構困ってますけど、まあでもそういう時代なのかなと思って、まあ対応してましたけどね。いろいろコロ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 制度が変わってたので、いちいち市に確認しないといけないことが結構あったんですけども、今日は担当者お昼から休みとか結構ありましたので、まあやっぱり市役所から取るしかないんじゃないですかね。そうすると市役所の結構市には占める割合ですね、就業率に占める割合多いので、やっぱり市役所の人が取っていくと、まあしょうがないから他の企業も取るようになるのかなっていうのは、まあ、進んでる外国の国でもそうでしたからね、まあ、多分そういう感じなんだろうと思いますけどね。一つ日本の方が羨ましいのは、育児休暇っていうのがありますよね。なんで1年間は休めるとかそういう制度、ね、アメリカはないですよね。6週間は守られているけれどもって言って6週間までですよね。なので託児所中間から受け付けてくれますし、まあなのでその1年間の育児休暇っていうのは日本はいいかなと思うんですけど、もちろん1年じゃ先生の先ほどのスライドのように足りないと思うんですけれども、はい、育児休暇っていうその例えば日本の1年間っていう時は多少給与は出るんですか、それとも復職できるっていうけどもその間は給与はないわけ。最初は出ますね。どのくらい出るのかな、うん、出るは出るです。なるほど。でただ今、日本最長で2年になったんですね。あ2年間はなるんです。ただそれは義務ではないので、国によってはね、その育児休暇は義務で取らないといけないっていう国もあるみたいなんですけど、うん、日本は義務ではないので、実際には早く戻ってこいとかってやっぱり言われるみたいですよね。あとは働き方の多様化ですけれども、これからジョイさんもどんどん増えてきて、私の世代はやっぱりこう家庭に入って育児をするとどうしてもこう医局を辞めさせられるとかですね、なんかそういうバイトしかできなくなるとか、そういう、まあ、雰囲気というか周りに迷惑かけちゃいけないって言って自分から辞めたりとかっていうまあ、話ばかり聞くんですけれども、まあ、これから今後ジョイさんがどんどん増えていって、そのまあ、例えば育児をしながら家庭を持ちながら男性と同等に働いていくにはどうすればいいんですかね。いや、やっぱり女性は大変だと思いますよ。だどうしたらいいんですかね。やっぱり例えば何かあったとき休まないといけないのでね、やっぱり小児科なんか獣医さん問いたがらない病院って結構あるんですね。もともとギリギリで収益悪いのでギリギリでやってますから、一人休まれるともう男性陣がもう困ってしまうので、当直ねやっていくと最低でも6人7人は必要なんですけど、1人抜けると誰かが2回やらないといけなくなっちゃうので、なかなか問題というか、うちの娘は女医さんなんで、まあその病院の苦労っては分かるかなというか、まあ本人は休まざるを得ないのでまあしょうがないので、まあ認めるしかないんですけど、やっぱり病院側からすると結構大変かなというか、だからまあだから、そういう余剰として、まあ、取っておくしかないかなという気がしますけどね。
ぜひ改善していただきたいですね。やっぱりその病気になったら迎えに行かなきゃいけないとおっしゃってますけど、例えば病児保育がないとか、託児所付き の働ける場所っていうのも、まあ、ほとんどなかったりとか、やっぱりそういうのだけでも改善すれば違うのかなっていうのと、アメリカでもやっぱりバリバリ活躍されてる女医さんすごくたくさんいるイメージですけれども、まあ、親しくなって話を聞いてみると、やっぱりもうなんかとんでもなく大変なことになっているっていう話を聞くことがすごく多かったり、あとはもう女医さんの方がなんか外科医とかでバリバリ活躍してて、ご主人が仕事を辞めて家庭に入ったりとか、なんかいろんなおばあちゃんが住み込みになったりとか、いろいろな苦労話を聞くので、ぜひですね、将来はまあ、みんなが男女問わず平等に一生懸命働けると、で既婚とか子供がいるからって独身の人に負担をかけないというか、みんな平等にこう働ける環境がちゃんと制度化していったらいいなっていうふうに過去を振り返って思いますけれども、病児保育なんですけれども、まあ、うちクリニック開業以来ずっとやってるんですけれども、結局国の基準では1対2なんですね。まあ、看護師さん1で子どもさんが2なんですけど、ただそうすると子どもさん結構小さい子多いので、結局1対1でしか対応できないということ で、それプラスいつもいるわけではないですけれども、ただ看護師さんは最低でも2人か3人雇わないといけないというか、そうなっちゃうので、やっぱり制度的に国が支援しない限りはやっぱ難しいですよね。だね。結局その病児保育はあるんですけども、うん、今病児保育と病後児保育ってあるんですけれども、で国の方はもうしょうがないから病後児ですね。病児保育はもう自分で家族で何か分担してくださいみたいな。ただ病後児であれば手数そんなにかかんないので、それは支援してきますよって、まあ、そっちの方向に動いてるんですけど、ただ実際に家族からしてみると、病児保育ですね、その急性期にやっぱり誰か見てくれる人がいたら嬉しいし、その病児保育はスケジュールが立てやすいので、ある程度夫婦間で仕事を分担できるんですけど、やっぱり急性期の、ね、病児保育についてはやっぱり誰かが支援してあげないとなかなかうまくいかないかなというのが、まあ、現実じゃないかなと思いますけどね。あと保育という面では、例えば介護保険とかで、まあ、高齢者も自分の家族とかもそうですけども、いろいろ介護保険が行き届かないというか、老老介護で共倒れするみたいな、こう社会の現実があると思うんですけれども、まあ、介護保険で例えばこうある程度介助を受けられたりっていうのがあると思うんで、それの育児版というか子ども版というか、まあ、例えば、まあ、時々その家事代行サービスですね、そういうのも高額でなくこう、まあ、無償できれば無償で国に定期的に提供していただいて、子育て世帯の負担が減るような、なんかそんなことがあればいいかなと思いますね。ぜひ一度でいいから、その家事やってくれるお手伝いさんとかがいる生活って一度でいいから送ってみたいですね。なるほど。まあ、もうすぐ参院選だけど、結構ね、子育てとかいろいろみんなしてるけども、なかなか具体的に本当に子供を育てる家庭のための、まあ、あるいは母親ね、仕事してる母親のための、なんか、抜本的なあれってあんまりないですよね。そうですね。全然話は違うんですけれども、今僕が目指しているのは子供に一票あげようというあれなんですね。そういう国は実はあるんです。子供に何を？子供に一票あげるんです。あ、一票、子供に一票実際ね、やってる国あるんですよ。ああ、でただその選挙ではなくて、例えば何て言うかな、今恵美先生が言ったように育児支援でサポーターを無料で提供してくれるのはどうですかっていう時に、まあ、簡単に言えば住民投票みたいですね。ああ、その時にその1票母親と父親が投票して、一緒に投票していいっていう制度があるんですね。うん、じゃないと、その今シルバー民主主義って言われてるんですけれども、
あの高齢者の意見が通りやすくなっちゃうので、だから子どもに1票あげて、例えば4人家族だったら、あの家族で4票持ってるということですね。そうするとあの小さい子どもさんの意見が通りやすいんじゃないかというんで、ハンガリーがどっかだったと思うんですけど、あの党のですね、中央の国であの今実際にやられているので、まあ、そういうのやってその結果を、まあ、自治体内なんなりに、だからそうです、あの義務ではないですけど、一応、まあ、うん、そういうことがあるということがあの公になりますので、まあ、ある程度は考慮してないといけない状態になっている、うん、今それをやろうとして、ね、いろいろ画策してるんですけど、ね、いいかもしれませんねそんなに難しいことではないんですけど、日本にあの住民投票自身があんまり一般的じゃないんで、うん、だからそこから始めないといけないね。住民投票、まあ、選挙の時にね、あの10項目ぐらいこの住民投票もやりますみたいな状態にして、でそれであの選挙投票率も上がりますので、そういうこともまあ必要なんじゃないかなと思ってますけどね。何か他質問なり何なりあります？大丈夫ですか？まあね、女性は人口の半分もいるし、当然、これから女性の働き方なんかも含めてね、まあ、相当共稼ぎの人が増えてきたっていうことだったけども、いかに、まあ、男女平等に仕事ができるようなあれ していくっていうのは結構やっぱりね、これから大切だと思って、逆にあのハウスハズバンドみたいのがね、アメリカでも僕の周りで知ったとこでも、女性がまあ医師で、まあ、基本的な収入の中心になって、でご主人は子育てやりながら家でできるようなね仕事をしてるとか、まあ、そういう人なんかもあの結構見ますもんね。でだから子供はお父さんに懐いちゃって、その逆にお母さんの方は父親子になっちゃったみたいなことを言ってる人も聞いたことあるんだけどもまあ夫婦でね、うまくバランスをとって、まあ、収入も含めて、あと家事のね分担なんかもうまくやっていけば、まあ、それでいいのかもしれませんけどね。まあ女性の進出、まあ医学部は今はアメリカちょうど半分かな、ハワイ大学なんか半分には越してますもんね。で日本もあの聞いた話だと4割ぐらいが医学生になってるかったのかな、半分だんだん近づいてきて、私らの頃は平田のとか私の頃は一クラスで5人とか10人でしたもんね、せいぜい。僕ら5人だったです、ね、僕らも5人でしたよ。だから順天堂でね、昔5人以上取らないって、まあ、ある意味で公言みたいなしてた感じで、でほらこの前東京医大で問題だった後に順天堂も言われて、僕の後輩の医学部でやってた代だっていうのがね頭下げてましたけども、ある程度昔から公然と認められてることだったんですけども、まあ今はもちろんそういうことなくなってきて、医学生も増えてきてまあそれで昔みたいにあの医者の免許を取ったけど、もう火事で医者辞めたっていう人は最近はさすがに少ないみたいですよね。アメリカなんか絶対ないわけですけども、日本はどうなのかな、何らかの形でまた復職してる人が多いのかな、きっとね。周りはすごい多いですけどね、多分あのその辞めてしまった人と接することがないから、あの聞いている募集団が働いてる人なんじゃないですか、ね、かなり多いですね、やっぱりこの続けたいけど続けられない。あ、それ日本の話。そうですね、日本の話よね、うん、やっぱり自分で学費を払ったり借金があったりする人がいるので、こう経済的にもこう辞めるっていうのは考えられないというか、アメリカの場合でしょ、あの場合ですね、アメリカの場合ね、はい、日本の場合はね、まあ、辞めても別にご主人が稼げばいいやみたいなところあるのかもしれないけど、あ、そう、復職するときにね、もう10年もあんまり、してなかったって、そういうのをまた支援してるところもあるよね、あの休んでた人たち、まあ、医師とか看護師さんをね、復職のためのあのなんていうのセミナーみたいなのがね、うん、そうですね、まあ、なんであの割と聞くのがあの看護師さんよりも女医さんの方が、復職しにくいっていうのはやっぱりよく聞きますね、うん、まあ、あの医学がね5年もしたら相当変わるしね、全く最初から部屋直しみたいなことが、
そうですね、なかなかいろいろ難しいかなと思いますけど、私もあの学年女子9人でしたからね。あの、はい、町先生と世代が違いますけれども、まだそういう世代でしたね。いい方向に向かっていくことを願いますが、そうですね、まあ、そのあのあのまあ、女性の場合、その昔から言われている M 字カーブというか、そのあの出産育児とかに合わせて離職率がこう高くなって、こうあの就業人口がすごく低くなって M 字カーブになるっていう、それがあのやっぱり今もやっぱりそれは変わっていないようで、まあ、少子化とはいえあの難しいですね。あのもっとあの、まあ、子どもの人口を増やしたい、でも女性の働く人口も就業人口も増やしたい、だけれどもそれをサポートするシステムはないから、結局個人の負担が大きくなって、あのおじいちゃんおばあちゃんの負担とかも大きくなったりとか、あの出費がかさんだりとかっていう、まあ、あのなんとなくこうすっきりしないシステムだなとは思いますね。なんで、あのぜひ今後はまあ、政治とかも若い血を入れてですね、若い血、あと女性も増やして、あのできるだけ平等な社会を築いていっていただきたいと思いますけど、私は恩恵受けられませんが。そうね、一般企業もそうだけども、政治家とはやっぱり少ないよね、日本は特にね。今度の参院選の人も、のやつも、こちらニュース見てると、やっぱし女性の候補者、あ、実際今の現職の人も非常に少ないし、候補者は野党の方は結構いるのかな？自民党なんかは相当少ないみたいな話聞いてたけど、まあ、いずれにしても、あの、パーセントからするとね、2割とかね、そんな感じかもしれないので、やっぱそうなるとね、女性の意見が反映されないから、なんとか、うん、女性の政治家も増えてほしいなと思いますけどね。参加者の皆様いかがでしょうか。せっかくご参加いただいて、ご意見をいただければと思います。佐々木様とかいかがですか。あの、私も大賛成ですね。ただしやっぱ少子化ですので、あのやっぱ子どもが、まあ、産める環境の作りが、やはりすごく言えば政府からのバックアップがないと、うん、なかなか今日本の社会では難しいとだと思います。で、先ほどまあおっしゃられた、まあ、ベビーシーターですね、そちらもすごく、まあ、大きな一つのポイントになってまして、で結構やはりこの子どもさんで学校とか行っていて、突然もしなかった時にやっぱ職場から離れなきゃいけないということ時もありますので、それはすごく言えば仕事場にご迷惑もかけてしまいますし、やっぱ自分に言えばすごく言えば負担がありますので、子供は大丈夫かというのも、まあ、安心して仕事はできないというのが今の現状なんですよね。できちんと、まあ、先ほどベビーシーターがもしいらっしゃればすぐ追いかけてもらってですね、学校の方行ってもらって面倒見てもらって、後でまあ保護してもらうとかですね、まあ、そういうのは体制取れればすごくあのやっぱ安心して働けると、で会社としても本人としてもやっぱ安心してまあ、いられるというのはすごく大事だと思うんですよね。まあ、もちろん政府としては先ほど、まあ、なかなか政治家の中で女性の方が少なくてもなかなか反映されないというのはあるんですけども、まあ、しばらく期待できないではないかなと思うんですが、で正直に例えば、まあ、僕思うには、まあ、家族の力を借りられるかと、まあ、その中で例えばおじい様とかおばあ様ですね、あのもし近くで住んでいらっしゃれば、まあ、少しあの例えば子どもさんの面倒見ていただくとかですね、まあ、場合によって病院の方に連れて行ってもらうと、まあ、もらっていたりとかですね、そういったことをもし協力していただければ、まあ、家族の力、まずですね、本当にまあ一番近いところですね、あの力を借りれば少しずつまだ安心でいられるんではないかなと思うんですよね。まあ、それはちょっとごめんなさい、あの僕家庭的な意見ではないんですけども、はい。まあ、確かに核家族化してね、まあ、日本は本当におじいちゃんおばあちゃんから子供から孫から一緒に住んでた時代はね、そういうので本当に助け合いやすい時代だったんだけど、今だんだん核家族して、しかも高齢者はそれなりに老老看護が大変になってきてるし、日本は少子化で
あるし、日本の将来は一体これから人口はまあ間違いなく減ってくるって言われてるんだけど、一体どうなる、どういうような世代が、なんとか考えないとあれですよね、日本が消滅しちゃうんじゃないかと思って心配ですかといって移民をたくさん受け入れるわけでもないしね。ですからまあ発展途上国の中で日本が一番極端なのかな、減ってんのかな。韓国なんかはそれ減ってないですかね。アメリカなんか相変わらず移民がなんかも増える、含めると人口的には増えてますもんね、ずっと。あのね、それはね、要するに移民を受け入れるか受け入れないかということにもものすごく関係がありましてね、アメリカなんかは移民を受け入れるというのはすごい、人数から見たらものすごい数だと思うんですけどね、日本は移民はほとんどいないんじゃないんでしょうかね。だからフランスなんかでも劇的に人口減が人口増になったのは、国の政策もなんかあったと聞いてますけど、やっぱり大体やっぱり移民が多いですよね。だからその辺にやっぱり数字だけのね、魔術って言いますか、なんかね、そういうのもちょっとあるんで、本当にどういう人間がその増えてて、どういう人間が増えてないのかをちゃんとやっぱよく調べないといけないんだけど、あんまりそれを調べると今度人種問題とかなんかいろいろ問題があったりしてね、なかなかね、私も昔よくそういう話をアメリカ人から聞かされましたけどね、うん、移民も本当に ね、ほらフランスの中でも問題になったし、どんどん受け入れたり、ドイツもそうだったかな、やっぱり来てくれる人たちがね、いろいろ問題を起こしたりとか、まあ、そういうことでね、また別の社会的な問題が生じるっていうことで、まあ、日本はそういうことを むしろ心配して、相当ハードルが高いんでしょうね、いろんなね、ちゃんと資格を取る前のね。うん、今日のね、平田先生の話、非常に興味深かったんで、また私も孫が、子供がいましてね、子供は孫がですね、いてですね、その、まあ、いわゆるイクメンの部類に入ってるような子供がいるんですけど、やっぱり、ね、一番大きいのはね、まあ、先進国の中で日本がですね、ダイバーシティが遅れてる理由はね、一番大きいのはですね、やっぱり私ね、政治がやっぱり貧困であるということが私すごく大きいと思いますね。で、やっぱりこれだけ言われてるのに、ね、今の話じゃないですけど、国会議員の中で本当に女性が活躍してるのってのもう本当少ないですよね。だからその国を挙げて、まあいろいろやるんだったら、まず自分の足元からやっぱりそれをですね、ダイバーシティをどんどんやっていかないといけないんじゃないでしょうかね。で、企業なんかでもね、私がいた会社も早くからダイバーシティがあって、女性をですね、幹部にやろうっていうね、動きをすごくやってたんですよね。やってたんで、まあ、うちの会社なんかは英語喋れる人が結構いて、女性なんかもね、上に行きたいという人もいて、そういう人たちにその課長部長なんかに、なるにはこうしたらああしたらいっていろんなことをやったんですけど、なんか知らないけど周り見てるとなんかあんまり手を挙げてる人がいないから自分も恥ずかしくて手を挙げられないとかね、日本独特のなんかね、そういう文化があってね、さっきの休みの取り方もそうだけど、自分が取ったらいいんですけど、やっぱりお前だけ取るなよなみたいな顔をしてみんな見られるとね、ちょっと取れないっていうかね、女性なんかもありまして、私も面接して、あんたどうして手挙げないのって言って、私だけ手挙げたろ、お前あなただけなんかちょっと張り切ってるねってなんか嫌味言われたりしてね、そんなん構わないからもう手挙げてどんどんもう思い切りやったらどうって言っても、でもやっぱりね、やっぱりやめますとか言って部長寸前まで行ってね、やっぱりね、せっかくのチャレンジをね、なんかそういう理由でやめちゃうとかっていうのが、やっぱりだからこの世の中みんな挙げて、国を挙げてやっぱり女性を生かすみたいなところも、やっぱり政治が主導しないとね、なかなか私はこれは難しいなと思いますね。なるほど。何か他はよろしいですか？
個人的にはその夫が取った2週間 の、 あの出産というか育児休暇ですか、その最初の2週間すごくあの濃厚な大切なあの一人じゃなくてよかったって思う貴重な時間だったので、あのぜひあの皆さんに取っていただきたいですね。あの短いですけどね、短いなと思いましたけど。あ、そうですね、ぜひともそうしてあげればいいかなと思いますけどね。私はね、あの男性よりも女性の方がなんかチャレンジ精神があって、どんどん新しいことをやりたいという人が多いんじゃないかと思いますね。で、男性ってどっちかといえばなんかね、そうやって改革に対してなんかこう変えていこうとなる、口ではなんだかんだ言ってても、いざとなれば結構尻込みする人が多いんですけど、女性はもう堂々とね、なんか新しいことをチャレンジするっていう人はもう周りにいっぱい見てますからね。なんかそういう気持ちをどんどん生かしていけばね、私は変わっていくんじゃないかと思いますけどね。あのそれ聞いて思い出したんだけど、あのアメリカの医学生ね、あるいは研修、まあ初期研修とか、そのまあ、女性は多分まあ半分以下で、まあ、4割ぐらいなのかもしれない、絶対数は。ただね、アメリカに行きたいっていう人をいろいろ私面接したり、ね、セミナーなんか開くと女性の方が多いですもんね。おいおい、今ね、うん、いいこと話されたんですけど、今企業でね、ほら海外支店にこう、うん、移動になるのですね、女性がねほとんど手を挙げてね、で、あの辞任、あの事例の前にね、内示っていうのが企業ではありましてね、こういうふうにあなた、どこどこの海外の方に行ってもらおうと考えてるの、あなたのご都合の家族のいろんな様子なんか大丈夫ですかって、女性はね、いや何とかしますっていうのがほとんどなんだから男性はね、もうつまらないことに、帰ってから私の席はどうなるんですかって必ず聞くのです。行くまでにですね、行ってちゃんと仕事しろよじゃなくて、行ってから3年後に4年後に帰った時に私はどこの席に行くんですかみたいな、こうそういうことを考えてね、じゃあちょっとね、そんなこと分かりませんよね、人の4年後のね。なんか会社としては先の人事っていうのはね、約束できないから、それはあなた次第ですと、それはその時になればチャンスもあれば、ちょっと厳しい場面もある、いろいろありますよというと、だってたらちょっと遠慮しますねみたいな。もうなんかね、もう我々の若い時と違って、ね、もう今は特にそういう意味では後ろ向きになってるっていうのはもうものすごい特徴ですよね。だから海外留学生も少ないですよね。そうですね、女性の方が本当多いと思います、海外を目指そうっていう人が今。いや、もう私の金を置いた会社なんかでも海外留学はあれです、手挙げんの女性8割ですよ。本当に偉い時代になりましたよ。まあそれがうまくね、皆さん社会に溶け込んで家庭もちゃんとうまくいって、活躍する場がね増えてくれればいいと思うんですけども、まあ子育てっていうのはね、必ず女性は特にね、あのお産と子育てっていうのがね、まあ、まずは中心になってくる時があるので、まあ、その辺をね今後うまく家族としてやって、で、まあ、国の体制もね、そういうのが改善されていればいいなと思いますけども。あのね、子育てのあれでね、あのアメリカと偉い差があるのはね、私はベビーシッターの、 あの制度がアメリカはありますでしょ。制度っておかしいですけど、もうベビーシッターやるその女子学生ってね、いっぱいいますよね。日本はね、大学生にベビーシッターなんかお願いしてる人なんかほとんどいないんじゃないかと。ないんだ、ああ、そこどこか。アメリカはもう大学生ぐらいになるとアルバイトでね、ベビーシッターっていうのはね、まあ、犬の散歩から始まってですね、ベビーシッターってものすごくたくさんいますよね。はい、そういう意味では日本はですね、じゃあ子供どこに預けろって言ったら保育園しかないわけですよね。じゃあ保育園はなんかまたね、いろいろとも高かったり、なんか駅から遠かったり、なんかいろいろね、なかなかね、まあそれはエミさんの方がよくご存知だと思いますけど、私はこれが大きいと思いますね。確かにね、日本アルバイトの中でね、日本はあのなんだ、勉強教えたりとかね、そういうアルバイトする
大学生がたくさんいますけども、うん、家庭なんだっけ教師か、はい、だけどベビーシッターって確かあんまり いないよねするっていう人ね。まあ、アメリカもなんかそういうサイトがあったりとかもするんですけども、やっぱり母親としては、見ず知らずの人に自分の子供を助けすのはちょっともう虐待されたらどうしようとか殺されたらどうしようとかなんかいろいろ考えてしまうので、やっぱりその信頼できる人に預けるまでにすごくハードルが高いですね。で、まあ、そういう意味ではその、まあ、ちょっと出かける、ちょっと買い物に行くとかだったら、まあ、近所の、まあ、高校生、大学生、知ってる人で知ってる家庭の人、近所の人にお願いするっていうのは、私も子供の頃アメリカで、近所の高校生のベビーシッターの、お姉ちゃんがいましたけれども、やっぱりそういう信頼関係とかがあると、まあ、いいシステムかなっていうふうには思いますけれども、なかなか日本で定着するのはどうでしょうね、難しいかもしれませんね。でもすごいいいアイデアですよね。怪しい人っていうリスクが減るかなと思いますけれども、大体だから僕の知ってる人たちも、まあ、その学生さんに頼む場合は誰かから聞いて絶対大丈夫っていうようなね、人を。友達の子供とかですよね。友達のお子さんとかですね。でもやっぱり子供が疎通できるようになるまでは、いろいろなんかすごい心配ですよね。ちょっとしたあざができて帰ってきたら、なんか虐待されたんじゃないかとか、なんか思ってしまったりとか、泣いてたらなんかかわいそうだなとか思ったりとか、なんかいろいろあるんで。はい、まあ、ワイフがハウスワイフだったからベビーシッターいらなかったんですけども、まあ、手伝ってもらうような人が日本から若い人でね、滞在しながらなんか勉強しながら手伝ってくるみたいな人が時々来ましたけども、むしろドギーシッターでうち犬がいて、僕が日本に行く間はまあいいんですけど、うちのワイフがね、どっか行った時は、僕は仕事だから昼間仕事できないと、そうするとワイフの友達のね、本当に仲のいい友達で犬飼ってるところにドギーシッターで頼んでお互いにやり取りなんかしたりすると、そのうち そっちのお母さんに慣れちゃってそっちの家の方が快適になっちゃったりするなるほどですね。まあ、そんなこともありましたけど、まあ、シッターっていうのは確かにね、うん、まあ、うまく利用できるようなね、社会になるといいかなと思います。うん、はい。じゃあ、この辺で、リオ、最後に何かありますか？大丈夫です、大丈夫です。はい、大丈夫ですか？はい、じゃあ、これで一応、このチャットには、さっき一人退席されるって人のあれが出たぐらいかな？あ、そうですね。はい。あ、じゃあ、先生、写真撮りますか？あ、そうしましょうか。一応顔出せる人だけでもいいんですけど。じゃあ、okay、社会で。はい、じゃあ、はい、1、2、3。はい、何枚か撮ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあこれで終わりたいと思います。一応ね、20人ぐらいは登録してたぐらいで、半分ぐらいは参加してたみたいなんだけど、まあ、登録してくれた人には、送りますし、この今、この市民講座は、今まで1回、今、今日5回目ですけども、1回目から3回目は、私の、YouTube のね、未来の医者の贈り物の間にちょこちょこ入れたので、3回目まで見ます。で、今回、平田龍、前回の4回目と今回、平田龍がやってくれたんで、一緒にまとめて、まあ、2、3週間後にYouTube の方にアップしますので、そちらでも見れるようになっています。じゃあ一応これで終わりたいと思いますので、どうもりょうありがとうございました。はい、ありがとうございました。参加していただいた方、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。